どうも、アイアス 120% の男、ブセジマです。デザイア、背徳のラスン実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回ね、シルビアと、まあ、楽しいね、営みしちゃいましたけど、まあ、こっちに戻ってきたら、シェリルがいましたね。もう、どうも静岡って言っちゃうんだよな。まあまあ、前も話したけどさ。まあまあまあ、いや、でも、シェリル好きだな。かわいいな。俺、でもどっちかというと、シルビアみたいなタイプの方が好きなんだけどな。でも、シェリルいいな。まあ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 、いいでしょ、いいでしょ。まあ、とりあえずね。あれ、シェリルじゃないか。謹慎は解けたのかい？違うんです。ティーナが、どうかしたのか？ティーナがいなくなってしまったんです。え？もう始まって早々とんでもねえな。いなくなったらどういうこと？私がラウンジに飲み物を買いに行ってる間に部屋からいなくなってしまって、あのクソガキほんとめんどくせえな。ててごめんなさい、私がついていない。うん、あなたは悪くないぞシェリル。わかった、とにかく手分けして探そう。うん、まずは探すことが重要だね。うんうん、はい。なに、どうせティーナのことだからかくれんぼでもしているつもりなんじゃないのか。はい。やばいな、笑おうと思ってもうまく笑えないや。たく、ケイさんの電話が急に気になりだしてきた。とりあえずシェリルは宿舎内を探してくれ。一応実質謹慎中の身だしな。わかりました。例のお嬢さんに見つかったらラウンジで買い物するとかなんとか言ってごまかしておくんだぜ。はい。俺は宿舎も含めてもう少しいろいろな場所を探してみる。わかりました。てん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 、どうしたってんだっていいな。何か胸騒ぎがするな。そういう時当たるからな、この手のゲームはな。フラグが立ったってやつだろ。まあとりあえずまあいろいろ回っていきましょうか。はい、ということで研究所に来たら、あれ君は、あ、これ看護婦さんか、あのメディカルセンターの。お、いいね。あ、もしかしてエレナ。はい、そうですが。ふーん、やっぱりメディカルセンターで勤めてるんだろう。まあナンパしてんじゃねえよ。うーん、でも好きだな。やっぱりいいね。やっぱりヘアバンドでいいな。ええ、ゲイツ先生のお手伝いさせてもらってます。ふーん、ね、これぐらいの女の子見なかった？女の子ですか？嘘、金髪でクリクリした女の子さ。ティーナのことですね。おお、分かってんじゃん。そう、あ、そう、あ、なるほど。メディカルセンターに勤めててるんだから知ってて当たり前だよな。まあおっぱいは少なそうだな、これな。うん、ええ。なんだろう、顔は笑っているけど言いにくそうな感じだ。笑ってるか顔。まあいいが。で、どう、見なかった？ごめんなさい、私は知りません。そうか。あ、ねえ、ちょっと、てん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 、言っちゃった。別に変なことは言わなかったよな。部屋を凝視するようなこともしなかったし、局部を凝視するようなこともしなかったし、当たり前だよ。全くもう、うん、なんでだろう。まあいいさ、とにかくティーナを探さなきゃ。まあとりあえずいろいろまた行ってみましょう。はい、ということでね、なんか教授の部屋入れるかなと思って、なんかやっぱり全部一個ずつ選ばなきゃダメだね。もう教授の部屋っすよ、いきなり。それでゲイツがいましたね。まあドクターゲイツ、何か用かね。ドクターこそここで何を。マルチナさんは質問に質問で答えるのはなってないな。一つ一つけじめをつけたまえ。あ、こういう性格好き。いちいちうるさい人だな。ティーナがお邪魔してないかなって。ティーナ、あの子はいなくなったのかね。おー、なんか勘がいいね。ええ、君は保護者を飼って出たんだろう。そういうことでは。だからこうして探してるんです。では俺の質問ですが、マルチナさんは。彼女は今出かけているところでね。ティーナはここにはいないよ。そうですか、わかりました、失礼します。おー、終わりかい、バタム。なんだかあの先生嫌な感じだな。俺の気のせいだろうか。まあそういう時は当たるってもんよ。まあまあとりあえずまた回っていくか。今回いろいろ回るところ多いな俺。まあいいやいいや、行きましょう。はい、ということでね、今度は宿舎の2階、自分の部屋戻ろうと思ってね、セーブしようと思って来たらこうなりました。あれ、あそこにいるのは誠。うわー、ムカつく。ずいぶんと鍵の格好してるな。なんだあの超ミニは。おい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 、誠、お前何、なんか罰でも食ってんのかこれ。いや、超ミンじゃなくてスカートを途中で破いたような感じだな。気分がすごく悪そうな感じだが、どうしたんだろう。気分が悪そうっていうか、これ完全に持った感じだよな。またお前が、ここのところよく会うな。また帰るのやつが。誠は、あ、ある、いや、いやはないだろう。気分が悪いんだったら部屋で休んでた方がいいんじゃないか。だとよ誠、あいつの部屋で休むか。いいの、心配しないでちょうだい、ある。そうだ、誠どうしたってんだよ。これ絶対
くっそ腹立つな。でもこういうの見るとやっぱりその誠視線ってのすごい気になるよね。まあ楽しみだな、誠視線やんのな。ふっ、じゃあ行こうか。行くってどこに？なんでそんなことを貴様に教える必要がある？何？おい誠、記者が何か叫んでるぜ。ある、てん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 、お願い、ある、今放っておいてほしいの。誠、そういうわけだ、じゃあ行くぜ。おい、うわ、ムカつく、どこ行っちゃったよ。くっそ、わかったよ、よろしくやってればいいだろうな。でも誠、気分が悪そうだけど大丈夫かな。あれ、気分が悪いっていうのは、まあクソビッチがとか思っちゃうけど、まあちょっとまだそういうことは言っちゃダメだな、わかんねえからな。てん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 、まあいいさ、とにかく今ティーナを探す方が先だ。まあいいや、とりあえずまあセーブ、部屋戻ってしてからもう一回行くか。まあとりあえずいろいろまた行ってみますけどね。うわ、ムカつく、ずいぶんと過激な格好してるな。なんだあの超ミニは。デザイア背徳の螺旋。はい、ということで、セーブしてホールに来ましたっていうところですね。あ、シェリルということで、あ、いましたね。やっぱ可愛いな。アルバートさん、どうでしたか？ってことは、シェリルを見つけてないってことだね。はい、ごめんなさい。謝る必要なんてないさ。悪いな、鉄砲玉みたいなティーナなんだからな。はい。まあ、とりあえず、おっぱいは、まあ、いや、話すか。見つかりませんね。どうしたらいいんでしょうか。ここには、島内放送とかってないのか？あ、あります、それを使えばもしかしたら。でもあまり使いたくないんだよね。どうしてです？つまりそんな放送がデザイア中に流されれば、当然誰もがティーナ失踪の方を知ることになる。はい、そうすれば俺の管理不足とを公にさらすようなものだからな。俺は別にそれでも構わないんだ。しかし、でん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 、ティーナが暗い病室で一人押し込められたりしたら、それこそかわいそうだからな。まあそういうことだ。ティーナのこと気遣ってるんですね。もしかしたら俺の安っぽいプライドのためかもしれないぜ。まあこういうこと言うやつは実際違う。こういうこと言うやつは大体もう心配してやりますね。うん。うん、そうじゃないの。アルバートさんの話を聞いていればわかります。そりゃ過大評価ってもんだよ。まあまあまあ。あと探してないところありますか？それなりには見て回ったような気がする。まあいろいろね、片っ端から言ってるからね、もうね。そうですか。あ、待てよ。はい？研究室はまだ行ってなかったな。ああ、研究室は行ってない。教授の部屋までか。研究室ですか。ああ、あそこはまだ入れてないんだけど、話したかな。最初ティーナのやつ、研究室に紛れ込んでたんだぜ。今日は職員の多くは休暇を出されています。おまけにクリスさんもエステに出張中だしな。何のエステ行ってんだよ、本当にな。え？つまりその可能性は決して低くないってことだ。そうですね。研究室って危険じゃないのか？もちろん子供が遊ぶには危険すぎます。ああ、どうしたらいいんですか？なんだか不安になってきました。それは先に行き過ぎだぜ。もしも研究室にいたらという仮定でしかない。まだね。そうですね。でも前提が誤っている場合は結論に何を持ってきてもその命題は常に真になるんですよ。それが何か？あ、ごめんなさい。いつもの癖で。さすがというか、なんというか、もう知的美人ですね。いいな、かわいいな、いいな、かわいいぞ。そうだな、俺はとりあえず、俺は研究所にもう一度行ってみる。シェリルもこの宿舎内をもう一度探してみてくれよ。はい、見つかりそうになければ実質待機。後で連絡を入れる。わかりました。ひとふたさんな。よし、じゃあとりあえず移動していきましょう。はい、ということで研究所に行こうと思ったら、いきなり声が聞こえてきそうだなと言って、あるーといきなり本当に聞こえてきましたね。そう、こんな風に。え、このクソメスは本当に腹立つわ。でも落ち着いたわ。しかも夜になってるし、いいな。あるー、置いて。へえ、トアックルもだんだん腰が入ってきたな、王女様。うん、ティーナ、腰使いがうまいね。お前誤解されるからやめろそれ。もういつもこんな調子だな。あの人に連れてきてもらったの。あの人って、おー、誰だ。あら、マルチナさんじゃないですか。元気がいいことね。いや、マルチナさんも好きなんだよな俺。どうもマルチナさん、お世話をおかけして。ふっ、可愛らしい子ね。あるの恋人さんかしら。うん、そうよ。あのな、安直感のためかな、まんざらでもない気分だぜ。ティーナ、お前どこ行ってたんだよ。うん、ん、珍しいな、こいつが節目なんてするの。ね、ごめんなさい。ああ、ティーナ、ちょっとお外で遊びたくって。それで、しょうがねえやつだな。
ごめんなさい。まあしょうがねえか。ふふ、まあいいよ。わかった。許してやるっさ。本当？あ、でもシェリルにはちゃんと謝っておけよ。彼女すんごく心配してたぜ。うん、シェリルにはちゃんと謝る。よし、いい子だ。この子、研究所の中を歩いていたので連れてきた。危ねえな。そうでしたか。どうも、お手数おかけしました。ふ、いいわ。じゃあ。あ、マルチナさん。今日は私服姿でとっても素敵ですね。うふ、ありがとう。今日はもう仕事上がったの。明日が少し忙しくなるのでね。なるほど。で、聞きたいんですけど。何かしら？このティーナを見てどう思います？どうって可愛らしいわ。とても。いや、そうじゃなくて。はてな。いや、いいんです。どうも、お世話様でした。ふふ、変な人ね。そうです。コンストラクションブスジマは変人でございます。どうも、捉えどころない人だな、彼女は。いつもさらりとかわされる気がする。ね、ある。なんだよ、そんなに張り切って。海で泳ごう。何言ってんだよ。もう夜だぜ。子供は寝る時間。ティーナ、つまんない。うっせえ、黙れよ。もう本当に。もうめんどくせえな。つまらないって散々遊んだじゃないか。ほら、行こうぜ。じゃあ明日は？明日は明日の風が吹く。どういうこと？ん？それは明日にならないとわからないってことだな。うまっ。じゃあ中に入ろうぜ。だんだん腰が入ってきたな、王女様。うん、ティーナ、腰使いがうまいね。お前、誤解されるからやめろ、それ。デザイア、背徳の螺旋。ここは宿舎内のホールだということで。ね。ねえ、ある。なんだい？あそこでジュース買って。もう本当にうるせえな。あそこって、ああ、自販機ね。ティーナ、喉が渇いちゃった。ふぅ、お願い、お願いよ。お願い。わかったわかった。じゃあこれで買ってきなよ。うん。叶わないな。うんと心配かけておねだりするなんてさ。ある。おシルビア、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 シルビア。いいな、いいな。やっぱかわいいな。美女揃いだな。ここの島、デザイア行きて、ここ。よ、シルビア、どうしたんだい？さっき部屋に行ったんだけど誰もいなくてさ。へへ、なんだよ突然。へえ、さては俺のテクが忘れられねえってのかよ。スケベのお嬢さんじゃねえかよ、シルビアお嬢さんよ。バカ、そんなんじゃ。なんだよこのリアクションは。あ、マジか。はは、なんか調子狂うな。今日は、ありがとう、ある。え、その俺本当に嬉しかったんだ。それを言いたくて。そうか、うん、なんだろう、喜んでもらえて何よりだ。何を言ってるんだ俺は。ある、買ってきたよ。おっと、あるへのお姫様が来たみたいだ。じゃあな。うーん、どうも調子が狂うな。あのお姉ちゃん誰？シルビアだよ。うん、あのお姉ちゃんもあるのこと好きなのよね。え、なんでだよ。わかるわよ。だってあるに好き好き光線発射してたもの。これ女性同士ってマジわかるらしいな。男わかんねえもん。この好き好き光線は怖いですね。まあね。ああ、やだ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 。なんだよ、その好き好き光線ってのは。知らないの？大好きな人に向けて発射する光線のことよ。好きな人には自然と出ちゃうんだって。セックスアピールのことかな。なかなか筋は通ってる気がする。あ、でもあるらしいっすね、それやっぱり。なんだろう。よく運命の赤い糸。ちょっと話ずれるけど、運命の赤い糸っていうのは、あれは実際あるみたいですね。なんかフェロモンのなんかつながりとか、なんかそんなので、なんかね、DNA 上のなんかその相性みたいなやつってやっぱわかるらしいっすね、やっぱ。そういうのでなんか、つながってるみたいですよ、なんか。へえーと思って、なんかそういうのはなんか読んだことあるわ、なんかで、ね。それは聞いてよ、あれ、ピコピコピコってジュースがもう一本出てきた。おめえ、運いいな。へえ、当たりか。なかなかついてるねって。当たりつき自販機、ここあるんだ。一緒に部屋で飲もう。そうだな。じゃあ、王女様にお付き合いいたしますか。うん。じゃあ、部屋に行こうか。ふぅ。なんだか肉体的よりもむしろ精神的に疲れたよな。ティーナ、まだ元気？うん、寝ろ、もう。子供はいいね。気づかれって言葉を知らなくて。ティーナもやっぱりちょっと疲れた。どこが疲れたんだ？ティーナ、大人だから気疲れしたの。はいはい。まあ、とりあえず、まあ、寝ろ、とティーナ。1、2、3と。ああ、そう、連絡しねえとな。ピッポッパプルルルルっと。どこに電話してんの？あ、シェリル。俺、王女様は無事救出。うんうん。なんだ、シェリルだったの。はい。何？謝るの。はい。はい、シェリル。うんうん。はい、ごめんなさい。うんうんうん。
よしよし、これティーナを寝かせてっと。その後俺はどうしようか。誠の部屋にも行ってみるかな。だな。いや、昼間の様子じゃ取り付く島もありゃしない。どうしたものかな。うーん、じゃあね。ガッチャ。よしよし、じゃあさ遊ぼう、寝ろあ、遊ぼうって散々遊んだんじゃないの。まったく、もう寝てくれ、頼むから。なあティーナ。なになに。お前さんさ、家族のこととか覚えてないのか。うん、そうか、寂しくないか。なんで、なんでって、お前普通は親兄弟あるいは親戚の類がいなければそれなりに寂しいもんだぜ。だってティーナにはアルがいるもん。でもどうなんだろう、記憶喪失って俺なったことねえか、わかんないけど、やっぱ寂しいもんなのかな。わかんないってことであれば、わかんないことが寂しいのであって、その人がいないから寂しいってことはなくなるんじゃねえかな。ちょっとわからんかね。うん、そうか、へへ、俺もティーナがいるとなんだか不安だけど安心するな。うん、ティーナも不安だけど安心。なあティーナ、なになに、寝ろ。もしもだ、もしも身元が分かって家族が引き取りに来た場合、いや、ティーナ行かないもん、行け。そういうわけにはいかないだろ、こっちが誘拐になっちまうんだよいや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 、てん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 、嫌だよ、あるティーナのこと捨てないで。いや、そういうこと言うと紛らわしいからやめろ、うん、はあ、なあティーナ、てん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 、ティーナにももし両親がいたとしてたら、彼らはティーナのことをすっごく愛してると思うんだ。てん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 、ティーナが帰ってこないなんて言ったら悲しむと思うぜ。うん、ティーナが両親の元に帰ったからといって俺と一生会えないわけじゃないし、俺だってティーナに会いたいさ。本当？本当さ。うん、わかった。へえ、聞き分けのいい子は好きだぜ。でもなんだい、でもティーナのパパとママが来なかったら。それはそうだな、そういう可能性だってあるわけだ。その時はティーナどうなっちゃうの。そんな悲しそうな顔するなよ。でもよくてどっかの施設というところだろう。それではあまりに。ねえ、どうなっちゃうの。よし、じゃあ俺と一緒に来るか。え、本当？あ、本当だ、嘘なんつかないさ。うん、ティーナ嬉しい。まあそういうことになれば。いやでもどうなんだろう、難しいぞそれ。どっかグフ、今のはいいタックルだったな。へへへ、まあ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 ね、まあまあいいでしょう、いいでしょう、話そう。じゃあそろそろだな、時。さあ今日もやってまいりました、良い子は。お遊びの時間、寝るんだよボケ。違うだ、お眠の時間だ。いや、じゃあいいぜ、俺は先に寝るから。え、一人で遊んでていいからね。じゃあおやすみっと。あー、ティーナもう寝る。ふ、たやすいもんだぜ、やっぱり所詮ガキっちょよの。あ、かわいいなこの絵、やっぱり。クスクス、一緒に寝よう。だからこうして横で寝ているだろう。うん、寝ている時は一番かわいいな。なんて言ったら怒るかな、やっぱり。ねえ、なんだい、今日とっても面白かったね。怖いおばちゃんに怒られちゃったけど。へへ、おばちゃんか、怒るぜ、かずみさん。ティーナ、眠くなっちゃった。寝ろ、寝ろ、もう。あ、俺も本当に眠くなってきたよ。本当に、じゃあ、さっきのは嘘だったの？嘘じゃないさ。眠いんだけど、さらにすっごく眠くなってきたってこと。うん。ねえ、ある。あー、かわいい、本当に。ん？ずっと一緒にいられるといいね。なんかこの辺含みありそうだよな、こういうのってな。男を喜ばせるツボを抑えてるね、お前さん。ある、喜んだ。ああ、そう言ってくれると嬉しいよ。うん、ある。まあこういう風にね、可愛い顔で寝ててもね、朝起きたらよだれ垂らして半目開けて寝てたりするやつもいるんだよ、世の中には。よ、そうなんだよ、すんげえルックスがいいんだけど、ちょっとこうパッて顔みたいになんかこう口半開きになっててさ、半目開けて寝てたっていう、ちょっと軽くホラーみたいなことはあったな、そういえば。ちょっと笑っちゃうな、あれは。まあそんな話をしたことあって、あんたなんか目ガン開きで寝てたよ。俺目開けたまま寝るらしいわ、俺は。怖いな俺な。てん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 、ふ、やっと寝てくれたか。遊ぶ遊ぶって突っ張ってても、やっぱり寝るときあっという間だな、子供らしいぜ。てん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 、じゃあ俺もシャワー浴びて寝るかな。いや、お前寝れねえだろ。あ、そうそうそう、寝てる場合じゃないな。そうだ、確か玲子さんところに行く約束しててよな。そうだ、行くんだよ。何かあったような気がしたんだが、全くすっぽかしたらどんな目に遭うことか。メスのところ行こうぜ、早く。てん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 、うーん、でもあんな目にはあってもいいかな。とにかく早く玲子さんのところに行こうぜ。よし、というわけで、
まあもうちょっと行くか、玲子さんに会うところくらいまで行ってみっかね。じゃあとりあえず俺はじゃあこのまま玲子さんのところ行きます。まあその前にセーブしとこう。はい、ということで玲子さんのところに来ようと思って研究所に来たらですね、研究所の前でですね、あれ、あそこにいるのは帰るんやろうか、おまけ玲子さんもいるようだ。何か口論しているようだが、玲子さんかなり熱くなってるな。お、なんだ、お、こっちに来るぞ。ち、なんだお前か、こいつ腹立つな。どうしたよゴリラ、顔が赤いぜ。知らぬは亭主ばかりってな。おっとおっと、俺の一番好きなセリフじゃねえかダメだぞそれは。でも何、どういうことだ。お、ちょ、ま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 、言っちゃった。ある。お、玲子さん、玲子さん、あのゴリラと何の話を。ええ、ふ、見苦しいところ見られてしまったわね。そんなことはないけど、とにかく立ち話もなんだから私の部屋に来てくれないかしら。あ、ああ、おー、いいね。あれ、研究所の裏手に回って、まさか玲子さん、俺を誘ってるのでは。バカね、夜中に研究所の鍵を閉めてしまうことが多いから裏手から出入りするのよ。へえ、ここよ、どうぞ。じゃあちょっとだけお邪魔します。青、いいですね、この絵もいいですね。いやいやいや、これたまんねえじゃねえかよな。へえ、結構いい部屋だな。う、ありがとう、少しだけ楽な格好に着替えさせてもらったわ。いえいえ、その俺は全く気にしないから、むしろこっちの方が、いや、なんでもないけど。おっと、いいね、白か。ふ、もう太ももばかり見ないのよ。見てないよ、胸元だけですよ。ああ、いいね、胸元もいいね、相変わらずね。あるもする。え、させてくれんの。するって、何させてくれんのこれ。俺はどこでも行けますよ。うん、飲むかってことは、なんだそっちか。ああ、じゃあちょっとだけ。おお、これ楽しくなってきたんじゃね。まあちょっとこれやっぱりここって会話長くなりそうだよねこれね。てなわけで、まあちょっと中途半端なところだけど、これちょっとここで一回動画的には止めとこうかな、これな。またね、次回この続きからやっていこうかと思いますんで、これ長い夜になりそうだぜこれ。え、二日目で二人か、二人目かこっちが。まあまあいいでしょう、いいでしょう。でも実質にはもう二人攻略してるか、攻略もクソもねえけや。まあいいや、いいや。はい、というわけで今回はね、玲子さんのこれを見ながらね、まあ終わりにしたいかと思いますんでね、次回この続き、まあ連ドリなんですけどやっていきたいと思いますんで、今回はここで一回切らせていただきます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、こういうブス島見せんなら見せて、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。